保土ヶ谷神奈川新聞スタジアム女子2回戦第2試合の選手は集合準備をしてください。トワの森三愛高等学校北海道代表対、岐阜女子高等学校、岐阜県代表の試合まもなく始まります。お待たせいたしました。ただいまにトワの森三愛高校対岐阜女子高校の試合が始まります。1回の表に一塁につきます。トワの森三愛高校の選手はピッチャー広瀬直樹、藤浜真美さん、ファースト、ジン・キーノさん、セカンド、金田七瀬さん、サード、森本美恵さん、ショート、金谷美恵さん、レフト、設楽明日香さん、センター、磯谷奈良さん、ライト、関由美子さん。Thank you.
キャッチャー梶原結菜さん、ファ
京都、金谷の人間、ユニフォームナンバー65。Thank you.
海道予選由比女子高校の攻撃は6番ピッチャー金丸幸彦さん、ユニフォームナンバー1。Thank you.
十和田森三愛高校の攻撃は5番 TP 二歳児高校さん、ユニフォームナンバー62、Yeah.
9番ライト関由美子さん、ユニフォームナンバー59。3回の表、岐阜女子高校の攻撃は9番ファースト藤原涼子さん、ユニフォームナンバー20。
死んでやろう。3回の裏、川の森さん愛高校の得点はありません。
ピッチャー金丸幸乃さん。
Thank you.
朝だったらさ、
Thank you.
します。4番平川さんに代わりまして広瀬さんが再出場します。Thank you.
代行をお知らせします。一塁ランナー梶原由美奈さんは剣道機広江佳菜子さんユニフォームナンバー9番入ります。Come on.
Thank you.
Thank you.
4番サードに山本彩葉さん、5番セカンド小森直美さん、延長まで行くと先行の方が有利ってよく言われる、よく言われる。最後に凡退したバッター、前の回でもダイソーにするんじゃない、
4番センター
展開の表で岐阜女子高校の攻撃は7番 DP 藤井アンナさんです。対照的なシフト、相手チームはもっと前に、
番ショート萩野真智さん。再出場のお知らせいたします。伊藤里奈さんが退きまして、金丸由紀子さんが再出場します。
金田七瀬さん、ユニフォームナンバー67が入ります。
次回は